はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフジです。では今回は信長の野望大使パープキット幕末志士転生物語続きをやっていきたいと思います。まず四国の情勢なんですが、生駒家、これを従属させて、以前から良好な関係にある八須賀家含めて、まあ、四国はねほぼ安定化させたという状況です。今後の展望なんですが、まず、やっぱり福島正則、これをね、倒して領土の拡大、これを行っていきたいと思っています。で、一方ですね、徳川包囲網が結成されて倒幕の動きがあるんですが、まだこれに参加できるほど、徳川に接近した状況ではないので、まずはね今お話したような戦略を持って、進めていきたいというふうに思っています。で、毛利、いわゆる長州藩、あとは島津、薩摩藩、こことはね、しっかりと、まあ、連携をしていきたいなということで、長州毛利とは、まあ、一時ね、不和ではあったんですが、これをなんとか関係改善を行っていきたいというのと、あと、薩摩、島津はね、やっぱり領土、九州で拡大をしてきているので、この島津に対しては親善の使者を送ってですね、なるべく早く同盟を結んでいきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきたいと思います。まずは、おっと、毛利と福島が争い始めたな。これ出遅れたくないだ。ここは毛利につく。力を貸すぞ。ことじけなし。我々としても一刻も早くこの福島に対して宣戦布告をしていきたいんですが、これがまだ行える状況ではない以上はどうなんだろう。これ堀尾に宣戦布告した場合、出兵できるのかっていう話だよな。広島城から兵を一度戻さなきゃいけないということになるので、まあ、やっぱりここは我慢して静観しましょう。で、まあ、福島、毛利が争っている間に、こちらとしてはね、一気に漁夫の利を得るというのがいいかなと思います。毛利軍は1万6000という大軍だな。何？姫路の池田家が徳川に滅ぼされたという状況だな。もう目と鼻の先までそうは言ってもやってきたな、徳川家が。先月の終始です。表情を始めよう。さあ、表情ですね。対名は常にある程度持っておきたい数字としては、とはいえかなり集まってきているので、今回は一旦軍事を引いて商業に振りましょう。商業が多いものを優先的に選んでいきます。これにて表情を終わる。で、お金が欲しいので、お金を得られるものを入れていきましょうか。で、あとは領主選別、まあ兵糧はね常に欲しいので、このあたりを入れていきましょう。おお、あと大砲砲台解放、これも欲しいで。下地を。で、お金にそこまで余裕がない状況なので、ここは継続発展で漁村を入れておきましょう。かしこまった。まだ福島に宣戦布告できない。できる。よし、一気に宣戦布告して。我らの力見るがよい。助立ちいたしますぞ。一気に福島領を食い荒らさち言えてないですね。食っていきましょう。まずは吉田郡山、
ここに兵をどんだけ送るか。あんまり数送ってもしょうがないので、この1万7000を送りましょうか。いや、ちょっと待って、1万7000でも多いぐらいだな。あんまり数を出しても、まあ変な話、兵糧を送ってもったいないという現実的なお話もあるので、まあ1万の軍勢で十分でしょう。出陣します。で、ヒグマ山城にも兵を同時に出したい。で、一気に2つの城を食いましょう。ここも1万6000なんて軍勢を出す必要はなくて、できれば数としては同じく1万ぐらいのね、数になればいいかなと思いますので、1万ぐらいの軍勢に調整していきましょう。どうせ国収将兵をぶっかましますので。出陣するぞ。国収将兵で決戦時の兵力を増強します。水戸徳川もだいぶ勢力上げてきてそうだね。九州は島津と黒田が争いそうな感じかな。何、吉田郡山に兵6000か。なかなかしんどそうだな。で、毛利と細川、ここは毛利につく。力を貸すぞ。何、浅野家も徳川に食われたんだな。徳川がもうだいぶ迫ってきてるね。長政が中川と合戦。ここは中川につくでしょう。力を貸すぞ。報告いたします。ちょっと怖いのがやっぱり徳川、島津、この辺りの動きですかね。八須賀とは同盟を結んでおきましょう。承知いたしました。まあ、この後の動き、全くわからない部分ではありますが、一つ言えるのは、やっぱり島津、注意しなきゃいけないのがね、島津、そして、家康亡き後の徳川、ここがいよいよ大きくなってきている感があるので、まあ、しっかりとね、対策を打っておく必要があるかなと思います。で、まあ考えたくはないんですが、徳川勢が迫ってきた場合、まあ秋城とかこの辺りはね、もうすぐにでも前線になる場所ではあるので、まあ、櫓なり砲台なりというものをある程度しっかり用意しておきましょう。金をかけて城の強化を行う。で、正則が戻ってきたね。正則7000が毛利秀成対1万3000と山吹城近辺で決戦しそうですね。で、堀尾の反撃。これはどちらが勝つか。これも堀尾が勝利したね。これで正則はいよいよ厳しい状態になる。この志果たさずに死ねるかよ。ここだね。毛利軍と福島軍、どっちが勝つか。もし、毛利軍が勝利。おお。これ、山吹城が落ちる可能性があるね、早くも。いやー、丹波の松平家が徳川に滅ぼされた。容赦ないな。
森と鳥取の池だけ。ここは婚姻関係のある森家に着くしかないよな。伊達も最上を食ったか。さあ、吉田郡山城ですね。ここは方位でしっかり43日食いましょう。で、交渉も一挙にしちゃいます。いや、伊達も一気に城2つ報告いたします。取りましたね。島津とはようやく通商が結べる状態になっているという状態なので、これはもうスピードを上げてね、早めに目的としている同盟まで持っていきましょう。承知いたしました。承知いたしました。さて、では今回はちょっとお金を貯めて、この次に来る、まあいわゆる国境沿いの城の強化、これに備えましょう。お金をね、さあ交渉だ。交渉はゴンベイを送る。まずは、講和解除。いや、講和解除はない。全面解放だな。打破。講和はしたくないので、ここは、王位を行いましょう。勝ちよ。勝ち時を上げよ。ヒグマ山城は取った。ほう。ヒグマ山城が先に取れた。となると、これ、このまま、オリオに宣戦布告する。我らの力、オリオは裏切ったからね、一度。助太刀いたす。手を貸しましょう。龍馬を。参るぞ。送り込みましょう。どうだ？決戦開始まで20日間かかって、敵は兵7700、味方は9700で、まあおそらく味方は国中将兵で1万3000ぐらいに膨れ上がる。ただし敵の方はまあ先着しているので陣を張っているという状態であれば、目的をちょっと変えてもいいかな。松江城の場合だとそのまま決戦に持ち込めるね。グオー、ハチスカ軍と明石武則、徳川軍休戦。まあ、これもちょっと微妙だよな。徳川に明石武則がいるというのも。これ、徳島城落とされるな。まあ、勝つよね。家康がいなくなったとはいえ。これで四国に徳川の城ができてしまったんだな。さて、どうする？できれば早く兵を引きたいな。ここに来て本当に一気に変わったね。流れが。報告いたします。表情を始めよう。さあ、ここはもう確実に敵が家康亡き後の徳川が迫ってきているという状態が目に見えてきているので、もうやることはご命令ください。城の強化ですね。
まあ、この後、家康軍がやってくる、この天露城、天霧城ですね。天霧城、ここの強化を始めましょう。天霧城の接敵を、うわ、天霧城弱いわ。本当に弱い。この城を守りきれる気がしないな。となると、天霧城近辺の準剣城強化して置きましょう。で、あと、そういう意味で言うとどうなんだろうね。秋城もちょっとこれ心配になってくるよな。はっ。いや、本当に心配だけど、ここは。かしこまった。今目の前にある敵を撃破しておきましょう。まずは福島、堀尾。ここを食って、そう簡単に徳川も手が出せないぐらいの勢力にしておきたいですよね。よし、これで福島を食ったな。まあ、全員登用しましょう。そしたら一度騎乗して家康に備えます。うん、徳川に備えます。どうしても家康って言っちゃうよね。これでまあ広島周辺に大きな勢力を築くことができたという状態なので、あとはこの堀尾だね。堀尾をどう料理していくか。ちょっと堀尾の勢力確認しておく。拠点4つ持っていて、武将数が6、兵数は8600。まあ決して強い大名というところではなくて、まあ拠点4に対して兵数8000ってことは、まあ単純に考えれば各城に2000しか兵がいないという状態なので、龍馬の1万これで蹂躙できるね。なので龍馬の1万で蹂躙するとして、やっぱり家康に備えて四国近辺を強化しておきたいかな。もしくは徳島城の奪還っていうのもありだよな。これに乗じてそれこそまさに四国全土を統一する。あとは欲張りせずに龍馬を一旦引き上げて、徳川に備え、まあ、どっちもありだよね。まあ、徳川の脅威が眼前に迫ってきているというのは間違いなさそうなので、ではちょっと今回短いんですがキリがいいので今回はここまでにさせていただいてですね、次回今お話した、まあ、堀尾を食っていくのか、それとも迫ってきている徳川の脅威に備えるのか、ちょっと考えておきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。